では開封の儀いきます。どうも、大阪でパソコン出張サポートをやっている YouTuber 北村よしおみです。今日はですね、こちらですね、スマートフォンホルダー、手帳型ケースにも対応するもの、機能を買ったんですけれども、こちらの開封をやってみたいと思います。私実は車にはカーナビを積んでおりません。なぜかと言いますと、中古車なのでそこまで金かけるのもっていうのと、あと地図ですね、地図を更新するのが Google マップの方が最新版が反映されるのではないのかなって思うことと、もう一つはですね、スケジュール帳と Google マップを連動させるジョルテというスケジュール帳アプリを使っているので、それを使って、むしろ Google マップ、スマホの Google マップをカーナビにした方がいいのではないかというふうに思って、ずっとそうしております。それでさすがにね、スマートフォンホルダーで結構劣化は、それでも1年以上前のは使って1年以上では2年ぐらい使ったのかな、結構使ったので、今回ちょっと買い替えてみました。こちらです。では開封の儀いきます。台座につける部分ですね、なんかここに置くようにするっていう吸盤を貼っつける部分、テープ状になっているものと、スマートフォンを置く場所、そして吸盤ですね、組み立ててみたいと思います。組み立ててみたらこんな感じになりました。じゃあ縦にも横にも置けますね。早速この状態でスマートフォンを置いてみたいと思います。ちょっとね、光の関係で見にくいですけど、こんな感じで、現在地から門真の試験場までのナビを表示させることができました。じゃあこれで経路に沿っていくことができ、ちょっとすごい見にくいですけど、まあこのケースと後ろのここの部分がかからなかったので、あ、前のやつはここに平べったいのが当たってちょっと使えなかったんですよ。あ、これは使えるなと思いました。買ったのが1618円ぐらいですかね。スマホのホルダーとしては、まあ、中の上ぐらいの値段かなと思います。これはこれで結構使いやすそうなので、使えるなと、いい買い物したなと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、またコメントとかいただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ではありがとうございました。